テディベア、セオドア・ローズベルトの歴史。彼は裕福な家庭に生まれ、博物学に興味を持つも、喘息に苦しむ脆弱な子供でした。後にハーバードに入学し、海軍に関心を持ちます。卒業後、ニューヨーク州の下院に選任され、さらに歴史の本を出版して、歴史家としての地位を確立。しかし、出産直後の妻と母親を同時に失い、後に海軍次官に。さらに、米西戦争が起きると、仕事を辞めて陸軍士官として連隊を率いて戦います。戦後はニューヨーク知事選に勝ち、2年後に副大統領に。マッキンリーが暗殺されると大統領となり、独占への規制を強めます。日露戦争では講和を斡旋し、ノーベル平和賞を受賞しています。政界から手を引いた後、最終的に南米に旅行し、マラリアに感染して死亡しました。偉大な大統領とされています。10時間世界史、12時間日本史で検索。